名古屋グランパス田中遥馬です。新シーズン開幕を告げる富士ゼロックススーパーカップ2011、今年は僕たち名古屋グランパスが鹿島アントラーズと戦います。ぜひ、鹿島アントラーズという、天皇杯チャンピオンと、勝利して、いい形で J リーグ開幕戦を迎えたいと思います。絶対勝ちます。